デトロイトビカムヒューマンへようこそ。おはこんこんもこです。デトロイトビカムヒューマン続きをやっていきたいと思います。頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか。報告だとここです。そうか、よし、そんじゃ行くぞ。ちくしょう。最高にセクシーなアンドロイドね。道理でお前が来たがるわけだな。ったく。エデンクラブへようこそ。すごい。すごいな。今行きます。はい。見入っちゃってた。てか男の人もいるんやな。男の人も選べんの？あ、すごい。あ、マッチン。どこに死体があるの？アンダーソン警部補とペットのアンドロイドか。ここで何してんだ？アンドロイド絡みの事件担当ですか。そうか。だが無駄足だったな。変態親父がやりすぎて倒れただけだ。ご丁寧にとも参考にするよ。ほら行くぞ。なんだか酒臭くなってきたしな。ちょっとあの人、失礼します。嫌みったらしいよね。犯行現場調べる。まずこの人から。あざ？窒息してる？心拍停止。死亡。首を絞められた。心臓発作ではありませんね。絞殺です。ああ、首にあざができてるな。でも激しいプレイをするやあざくらいできる。何？おいおいおい！お前それかなり気色悪いぞ。また吐き気がしてきた。ウェイブラッド診断。深刻なダメージ。再起動が必要。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません。再起動してみろ。激しく損傷している。うまく再起動できたとしても1分以下。
おお、すごい。情報を引き出せればいいんですが。君に質問したいことがあるんだ。話せるかい？あの人死んだの？君がやったのか？違う、あれは私じゃない。何があったか教えて。私のこと殴り出したの。え？何度も何度もやめてって言っても。部屋には一人きり、他に誰かいたのかい？あいつ 3P がしたいって。私の他にもう一人いたの。そのアンドロイドのモデルは君に似てる。あ、もう一体言いやがったのか。1時間も前だ。もう逃げちまっただろう。いえ、気づかれずに外に出られるような格好じゃない。まだここにいるはずです。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのが。簡単には見つけられないでしょう。ああ、くそ。方法はあるはずだ。そいつが部屋から出てったのを見たやつがいるかもな。そんじゃ俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何か分かったら俺を呼べ。会社は顔見知り。確か来るのは2、3回目くらいだ。でも客とはほとんど口聞かねえんだ。みんなやることやった。帰っちまうしな。アンドロイドが問題を起こしたかったな。まさか。指紋が判別できません。1、2ヶ月前、1人逃げたな。同じモデル。跡形もなく。人間の指紋が必要なんだ。ここしかないな。カメラはさすがにつけたりなんかしてない。すみません、警部補。ちょっとこちらに。見つけたのか。多分。へえ。相手をレンタルしてください。ふざけんなコナー。そんなことしてる場合か。お願いです。私を信じて。青髪のトレイシー、ちょっと早すぎて。青髪のトレイシーという名のアンドロイドは入り口に向かった。この人か。見ていたんです。お前何言ってんだ。変異体が部屋を出た。青い髪のアンドロイド、
店は2時間おきにメモリーを消去しています。3分で他の目撃者を見つけないと。ええ、その人や。おい、じゃあこいつはどうすんだ。これを調べましょう。本当にわかんない。クラブの中に戻った。いた、部屋に隠れた。ここや。スタッフ専用扉を通って逃げていった。わかりました、ついてきて。いや、畜生、どうかしてるぜ。待て、俺が先に行く。めっちゃ映画みたい。え、めっちゃいる。畜生、逃げられた。いや、いるいる。絶対これ、ふいしてるって。これ、液が落ちてるよ。散々こき使われて壊れたらお腹。ヘンター、おい動くな。二人おったんか。強すぎる。なんか死んじゃいそう。めっちゃ強いねんけど。わお、撃つ。
ぜ殺したの？この子は何も事件とは関係なかったのに。だってめっちゃ攻撃してきたやんか。あいつがあの女の子を殺したとき、次は私だって思った。すごく怖くなって。あいつ私のこと殺す気だった。だからあいつの首に手をかけて思いっきり締めてやったの。あいつが動かなくなるまで。確かに殺したわ。でも私はただ自分の身を守っていただけ。だって生きていたかったのよ。この子のところに戻りたかった。人間の汗の匂いや、それにあいつらの汚い言葉を忘れたかった。なのにあんたにこの子を奪われた。愛してた、愛してたのに。いやエデンクラブ無慈悲トロフィー獲得しました。無慈悲っていうトロフィー。ちょっと今回説明しにくいですね。なんかほとんどまあ一つのストーリーになってて、ここで、アンドロイドの目撃者を探すと、もう一つ何だろう、下に行くとちょっとストーリーが変わってきてたのかな。まあセクシーな今回は場面がちょっと多くて。なんか説明ちょっとしにくかったんですけど、アンドロイドがその人を好きになるとか、あとすごいね悲しくて泣いてた、まあマーカスも前画家の、お世話してた人が死んじゃってすごいボロボロ泣いてたんですけど、まあ、そういう感情がすごいあるっていう、もうほぼ人間と同じような心を持っている変異体が、今増えてきてるところです。はい、なんかドロドロしてきて、私もついついね話に見入っちゃいました。はい、じゃあこれからどうなっていくのか、また次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。